るかな。なんでだろう。急にゴリゴリに電波ある良くなったか悪くなったか。映ってますかね。もう電波を一生恨みたいです。なんで繋がらなかったんだろう、マジで。 iPad の寿命かな。もう結構長く使ってる。そう、ワンチャンそうじゃないっちゃって。ちょっと待ってくださいね。よし。さあ、映ってるようでよかったです。画面が赤いじゃない、多分私はこうやってやってんだ多分こうやって。はい、ということで映ったようでよかったです。さあ、いましたね。さあ、ちょっと待ってねーよ。ぴょんがくれた台本をちょっとだけ見ますと。皆さんこんばんは。ゴールデンウィーク直前ですね。あ、そうなの。ゴールデンウィークってマジで気にしたことなさすぎて。さあさあさあ、ということでですね、アイドルコールからいきたい。ちょっと暗いな。これが一番明るいんですね。それでは AKB48 の明日よろしく始めたいと思います。自己紹介からいきますね。皆さんこんばんは。 AKB48 チーム8、佐賀県代表、そして岩立チーム B、 そしてヒュートーンのミスターこと川原美咲と申します。はい、ということでよろしくお願いします。この番組は AKB48 グループのメンバーが月曜日から金曜日までリレー形式で個人配信を行います。毎回配信の最後でメンバー自らが次回担当してほしいメンバーに電話をして出演オファーをし、そこでトークテーマまで発表します。ショールームはですね、アイテムを投げたりコメントを書き込むためには無料のアカウント登録が必要なので、今ね、
アカウント登録してないよって方はぜひしてくださると嬉しいです。そしてね、無料の星ギフトはログインしたりとか各番組を一定時間視聴したりするともらうことができますので、皆さんもご存知かと思いますが、ぜひもらうことができます。はい、ぜひぜひよろしくお願いします。さあ、ということでですね、ここでユーザーランキングトップ5現在経過的な発表しましょうっていうのすっごい圧で書いてあるので発表します。5位ベルちゃん、カイジュさん、ミスターのは、4位ジャガさん、3位ゆずきちさん、2位土踏まずさん、1位あのエサミサカサイコーです。せっかくなのでね、私これをねもらったんです。ゆちりんさんの大好きな、ゆきりんさんのお菓子をいただいたんです。だからこれをちょっと食べながらみんなとお話ししていこうかなって思いますけど、かわいいな。お、もらいました、もらいました、いただきます。炙り明太子、やば、最初うまくできなかった。よくわかんない、本当によくわかんない。私はちょっとあの手、お手手が汚れるのが嫌なのでね、こちらで箸でつまませていただきます。いただきます。うん、めっちゃ美味しい、やば。うん、まあこんなことしながら、ということで前回ね、前回の配信者金曜日ですねは AKB48 のチーム8、富山県代表の橋本春奈ちゃんにが私に許しくってしてくれたんですけど、そうですね、前回の配信者についてのトークって書いてあるんですけど、そうだね、でもぴょんちゃんはほんとこの前の何茶飲んでるの、ルイボスティーこの前の配信でも言ってたんですけど、ぴょんちゃんがなんか意外と関わりないと思われてるかもしれないけど、もうめっちゃね、ずっと一緒にいるぐらい本当になんかレッスンとかでもパーってこう、もう好きなところにね、楽屋に好きなところに荷物を置いて準備するんですけど、なんて言うんだろうなんかね、自然とね近くにいるんですよ、いつも。そうで、自然と話して、自然とそうそう一緒にいる機会がね多いんですよね、割と。そう、しかもぴょんちゃんはね一応先輩なんですけど、なんか先輩感がすごくいい意味でなくて、多分なくしてくれてるんだと思うけど、先輩感がいい意味でなくて、ぴょんちゃんってね、ぴょんちゃんっていつもお世話になってます。はい、ぴょんちゃん多分見てる見てる、本当に。そう、こんな感じですね、ぴょんちゃん。あとはでも本当になんて言うんだろう、なんかぴょんちゃん呼びしてる、ぴょんちゃんって呼んだり、ぴょんって呼んだり、はるぴょんって呼んだり、もういろいろですね。うん、いい意味で本当に気を使わなくて、エイトはもうみんな先輩も後輩もないよっていうチームなんで、そう、そこがいいんですけど、特にぴょんちゃんはいい意味ですごい、こうなんて言うんだろうね、こういい意味で気を使わずにすごい一緒にいてね、安心する存在です、ぴょんたんは。ぴょんたんって呼ぶことも多いですね。第一印象、第一印象
第一印象、本当に一番最初に会った先輩が確かハルピョンなんですよ。確か。一番最初、なんか、バスに乗ってて、そう、バスに私が先に乗ってたら、宇多田とぴょんちゃんが一緒にこう乗ってきて、で、そのまま、こう、レッスン場に行くよっていうね、感じだったんですけど、その、レッスン、なんていうの、本当に初めましてだったから、そこが。だから、なんか、初めまして、川原美咲ですって挨拶して、で橋本春奈です、宇多田はつかですって挨拶してくれて、で、ぴょんちゃんとはつかが近くに座ってくれたんですよ。でもなんか初対面だからめっちゃ緊張してたんですけど、普通にめっちゃ話してくれて、そう、宇多田と同い年だよねみたいな話もしたし、なんか全然ぴょんちゃんって呼んだよみたいな話も、なんかすごいね、いっぱい話しました3人でそう、だから一番なんて言うんだろうね、本当に、なんて言うんだろうね、一番最初にこう、そう、気さくな先輩ですけれども、そう、一番最初にね、すごいなんか心、なんて言うんだろうね、緊張をちょっとほぐしてくれた先輩かな、そういう意味では。うん、その後に私は確か青森ツアーのレッスンをやってて、で、青森ツアーのレッスンとか、なんか、まあ、そういうところにね、その後行って、で、また緊張がほぐれてみたいな。そう、でもエイトの先輩はそういう先輩が多いからね、もう素晴らしいね。そう、初めてがエイトだったから、そのエイトのあれしかわかんないけど。特に先輩後輩をね、なくそうっていうか、いい意味でなくしていこうっていうチームなので、そこがね、いいと思います。ぴょんちゃんのもの真似できない、できないです。そこがエイトの良さですね。今29分、ほんと素敵です。ぴょんちゃんのものも意外にできないよね。そんな感じです。うん、モノマネできるメンバーいますか。私ダンス踊り方のモノマネはね得意なんですよね。普通のモノマネは誰だろう、ハマちゃんとか、ハマさゆな、滋賀県代表のハマさゆなちゃん、うん、ハマさゆなちゃんのモノマネとかはよくやってますね私は。あと誰ができたっけな、しかもそれ前回、うん、って感じかな。うん、そんな感じですね。なんか髪の毛がな、ちょっと血色なさすぎん？ちょっと待って。いつ。ちょっと血色なさすぎるな。私。よし。リップを。リップ。そうね、トークテーマに行きますか、じゃあ。
ってことで、トークテーマをね、ぴょんちゃんが考えてくれたんですが、テーマはもしも私夢見るっていう YouTube をやってまして、3人で宇多田ハツカと吉田カレンと川原美咲と3人で夢見るっていうチーム名で YouTube をやっておりますので、皆さんチャンネル登録をよろしくお願いします。ぜひ、はい、もう夢見るその YouTube を、ね、やってるんですけど、その YouTube チャンネルをぴょんちゃんがすごい見てくれてて、そうだからその YouTube チャンネルにもしぴょんちゃんが出るとしたらどんな動画を撮るかっていうのと、あとはもう一つ、私は4月、先ほど発表されましたけど、で先ほど私も知りましたけど4月の、初日が、私の初日は25日なんですけど、愛媛でね、今チーム8のメンバーが代わり代わりで主演を務めているジョンマイラブっていう、ジョン万次郎と鉄の7年を描いた物語をミュージカルの舞台があるんですけど、ミュージカルの舞台ジョン・マイ・ラブにこう4月の25日初日から私は出させていただくことに、どこに出てた、ツイッターにね出てたね、1時間前ぐらいに、ほんの私もさっき見たそう、25日に私は初日らしいので、そうなんですけど、その4月の25日から愛媛ぼっちゃん劇場でね、ジョン・マイ・ラブに出演させていただくことになりましたんですけども、それへの意気込みっていう、この2つのテーマ、これメモですけどそう、意気込みの2テーマいただいてるので、まあ10分ぐらいで話していければなって思います。そうですね、ちょっとリップ塗ります乾燥がね、やっぱり、あかりんさんのリップ、乾燥がね、これすごいおすすめ、女の子見てるからわかんないけど、もうあとちょっとだな、保湿もしてくれるし、さすがですね。いえ、いい感じですね。さあ、ということで、夢見るっていう YouTube チャンネルがあるわけですけど、すっごいなんか前髪全然うまくいかなくて、無理もうマジで無理、そうなんですけど、さあということでね、話していきます。その夢見るっていうチャンネル登録で夢見るっていう YouTube をやらせていただいてるんですけど、3人で、その YouTube、 いやね、ゲストをまだ招いてないのであれですけど、ピョンがなんかやりたい企画があったら逆にね、一緒にやりたいですね、それを。そう、私はね、本当にやってみたい企画が一個あって、夢見るっていうのは本来夢を見る女の子と逆境に負けないとか友情とかっていう意味を持つカモミールのお花を合わせてるんですね、掛け合わせた言葉なんですけど、
そう、カミツレとか言いますけど、カモミール、逆境に耐える困難の中の力とかっていう意味とか、まあ場所というかあれによっては意味がね違ったりするんですけど、あとはあの全般的な花言葉で言うと友情っていう意味があったり、清楚っていう意味があったり、あなたを癒すっていうね、あなたを癒すとか友情を主にこう切り取って、で逆境に耐える、逆境の中で生まれる力っていう花言葉があるんですよ。そうだからちょっと暑いな逆境の中で生まれる力を3人ならいけるわってことで、とかね、精神力、生命力っていう意味もありますし、そういろんな意味があるんですけど、その花、お花とあの夢を見る少女っていう夢を見るっていうのをかけてる名前なんですけど、私はあのすごいやりたい企画があって、実はあのチームエイトとか、チームエイト、3人チームエイトなので、チームエイトのみんなをと1人ずつコラボして、でみんなやりたい企画を全部やるっていうのを本当にやりたいんですけど、その一角にね、そのきっかけというかね、ぴょんちゃん出てほしいなと思うんだけど、まあ、それは一旦置いといて、何やりたいんだろう、何やろうかな。でもそうだな、ぴょんちゃん、なんだろうね、そうだな、でも私と吉田カレンちゃんっていう、まあ、夢見るの一人、ピンク担当みたいな感じの、あの文字を私たちの動画では、私が青、宇多田が黄色、カレンちゃんがピンクっていう色分けをしてるんですけど、そのピンクの子なんですけど、吉田カレンちゃんと私、川原美咲とハルピョンは3人ね、ホークス会っていう会を組んでてそう、ソフトバンクホークスさん、野球、プロ野球チームのソフトバンクホークスさんがすごい大好きな3人なんですけど、だから、まあ、宇多田も巻き込んで3人で野球観戦に行くよみたいな動画を撮ってみたいなとは思ってる。そう、やっぱぴょんちゃんと私たちならではになりますし、そうだから、そのぴょんちゃんが九州に、ぴょんちゃん九州に来てっていうわけにもいかないからなんか関東とかにこうホークスが来た時にこう予定を合わせて3人で行きたいなって思う。あと私一個だけやりたい企画があって、ぴょんちゃんと、ぴょんちゃんっていうか多分野球好きって結構ぴょん、私はぴょんぐらいしかあんま知らなくて、超野球好きって言ったらぴょんぐらいしかいなくて、でプロ野球チップスをこう何個か買って、何個かプロ野球チップスのホークスのこう何て言うんだろうね、例えばホークスの選手が出るまでとか、でもホークスの選手結構出るんですよ。そうでもう私もね引きましたけど、この前千賀投手確か、だから確かに押し出るまでさすがに無理か、さすがに無理だわ。だからあのホークスの、ま、チームが組めるようなカードが出るまで終われませんみたいな、ピッチャー1人みたいな、キャッチャー1枚こう、まあそうですねみたいな感じの、そのなんかプロ野球チップスを買ったから、プロ野球チップスならではのそのカードがねあるんですよ。
プロ野球チップスの、そう、カード、選手カードが出るんですけど、選手カードをこう何かを集めるまで帰れませんみたいな、そうそうとかやってみたいね。なんか野球好きならではしか楽しめないじゃないですか。野球ナインが揃うまで帰れません。結構ね、結構大変ですけど、だってナイン揃うってことは最低でも 9袋開けないといけない。まあ結構ねちっちゃいからあれ余裕なんですけど、そう、結構ちっちゃいからあれですけどね、ナイン集めるってことは9袋確実に開けないとっていうねっていうあれですけど、うん、まあ、そういうのもねやってみたいなと私は思います。しかもその動画でちょっと観戦コーデとかさ、こうプロ野球のあのホークスのユニフォームを着て観戦するコーデで開けるみたいなとか、かとか、ジュースとかビールとかアイスとかって売ってる方々いらっしゃるじゃないですか、球場でのその売り子選手権みたいな売り子選手権もいいなって今思った。もう行く誰がどのぐらい引けるかみたいな、人の目を、売り子選手権もしていいなと思いましたね。ちょっとメモ注意な。でもね本当にで、ピョンちゃんは本当にね出てほしいんですよ個人的に。またもうなんかいつも夢見る見たよとか、夢見る見たあれめっちゃおもろいとか、あれめっちゃおもろいとか言ってくれるので、超出てほしいのでぜひぜひぜひって感じですね、うん、ということで2つ目のトークテーマ、ジョン・マイ・ラブへの意気込みですね。そうですね、ジョン・マイ・ラブはまあ去年の8月ですか？ 8 月？去年の8月からやってますかね？記憶が曖昧ですけど、確かそう。8月からやってる愛媛の坊ちゃん劇場でやってる舞台なんですけど、これはね、もうすごいみんなが頑張ってきて、最後、私ら3期にバトンを渡してくれたので、もう無事走りきれないとなって思ってますけど、うん、そうですね、そう、うちらは3期、1期は、卒業、今卒業しちゃって横山由依ちゃんと、あと、高橋さやかちゃん、あと浜さゆなちゃんの3人が1期で、2期が高岡香織ちゃん、その愛媛県代表の高岡香織ちゃん、そして、服部優奈ちゃん、そし、まあ、全員チームメイトですよ。で、高橋彩音ちゃんが今2期、2期が4月の3日あたりまでですかね、確か。そうで、2期もね、もうあと1ヶ月ぐらいで終わっちゃうので、2期まだ見てないよとか、2期見たいなって方は、あの会場にぜひね、坊ちゃん劇場は愛媛県ですけど、愛媛県にぜひ行ったりとかしてくださるとすごい嬉しいなと思うし、あと配信もねあったりしてるので、ぜひそちらもねちょっと覗いてみてくだされば ありがたいかなと思います。とで、2期がその4月3日ぐらいまでで終わりまして、そう、千秋楽でありまして、で3期が私たちなんですけど、3期が、宇多田ハツカ、平野ひかる、川原美咲の3人、02ライン、02世代というか、みんな2002年2003年世代の
同級生組3人で頑張らせていただきます。そう、まあ、5月にもね舞台があるんですよ。5月にもチーム8のキスバイ8っていう、それも同じ演出家の横内さんっていう方がやってくださるんですけど、そのキスバイ8っていうのはもう8みんなが出るよっていう舞台なんですよ。けどちょっとうちらメインメンバーとかこう日替わりこうなんか2組あったりダブルキャストでいたりとか、あともう日によってはゲストが変わるよっていう舞台なんですよ。そう、でもちょっとジョンマイラブが、私はあのジョンマイラブがありますので19、20がお手伝いで、20、21ですっけね20、21が、あ、20が、そのコンサートだけ出るって多分で、21が、あ、23、あの千秋楽千秋楽があるんですけど、千秋楽のゲストに出演させていただくことになりまして、私千秋楽のゲストで、私で大丈夫でしょうかって感じなんですけど、精一杯やらせていただくので、そう、ぜひね、来てくださる方は楽しみましょう。そうなんです。だからまあそっちはちょっとジョマイラブがあるのかわかんないですけど、私たちもけどすごい、私だけすごい出れてな、休みだよっていうねやつが出てましたので、そう、ジョマイラブがあるのではないかと私は予想しておりますけど、そちらのチーム8のね舞台もありますので、ぜひお越しください。私は千秋楽にゲスト、19、20にお手伝い、あ、それもね19と20、どっちもお手伝いなんですけど、2人お手伝いがいるんですよ。でこう1日目が確か宇多田ハツカと川原美咲、ジョンマイラブの2人組ですね。で、2日目の一緒にやるお手伝いがその先日私の1個前にやってた橋本春菜ちゃん、春ぴょんぴょんちゃんですね、と2人でやるんですよ。なのでぜひ楽しみに。そう、まあ、ジョンマイラブ、そうですね、でも本当にこうつい最近、私は夏に本当はこう初めて初舞台の、オープニングナイトじゃない、ダンスレボリューションっていう舞台、前はね、キアラさんとかひーちゃんとかおだえりとか出てた舞台なんですけど、に呼んでいただいて出る予定で進めていたんですけど、もうこういう事態でね、その延期になってしまって、そう、で舞台自体がで延期になったんですけど、10月の20何日ぐらいから11月の6日ぐらいまでが初舞台として新国立劇場中劇場で、オープニングナイトっていう舞台に出演させていただいたんですけど、そこがね初舞台で、本当に最近初めて舞台に出たよみたいな感じだったんですけど、そこの方も本当にすごい方ばかりで、それこそ宝塚にもともといらっしゃった方や劇団四季にいらっしゃった方や、そういう大手のこう大きい有名な劇団にいらっしゃった方がもう多数いらっしゃって、すごいね、そこですごく学、いろいろ本当にいろいろ学ばせていただいてて、そう、でも本当最近ね初舞台を経験させていただいてから、すごい、先日も2月の6日
3日から6日までそのダンスレボリューションをやらせていただく予定だった是枝さん、是枝さんの違う舞台に気まずい心が痛くなるスケッチ集っていう舞台なんですけど、そういうのにも出させていただいてて、すごいこうなんていうの、すごいいい経験をこう重ねて重ねさせてもらってるので、そのこう3つの舞台の経験を生かしつつさらにいろんなことを学べたらなって思います。ジョン・マイ・ラブは、ジョン・マイ・ラブも本当にすごい方ばっかりで、もうあのそうですね、もうあのなんて言うんだろう、オープニングナイトも気まずいもそうでしたけど、本当にそう、特にオープニングナイトも期間がすっごい長くて、そうそうそう、期間がすごく長くて皆さんといる機会も長くて、なんて言うんですかね、気まずいはオムニバスだったんですよ。そうだから同じ自分が出る話の人しかほぼ会わなくて、こう投資もう全部上から下まで通しますよって時にしか皆さんの芝居を見ることができなくて、そこからもう吸収、いろんなこと吸収しようと思いましたけど、オープニングナイトはねすごいずっとこうアンサンブルとして、アンサンブルといってもすごい出演させていただいて、すごいね楽しかったんですけど、すごくなんて言うんでしょうね、もうなんかもう本当にいやゴールドロジャーになったぐらいの気持ちでした。もうゴールドロジャーぐらい吸収しまくりましたね。もうすごいお宝をたくさんいただいた気持ちで、そうすごい学ぶことがあったので、その、ま、初心を忘れずに、その初心を忘れずにこう学んできたことをこう今自分ができるすべてのことをジョン・マイ・ラブに注ぎつつ、やっぱ意外とねてっちゃんはねあのセリフがそんなにめっちゃ多いわけじゃないんですよ。そう、もう逆に相手役の万次郎役の方が結構ね喋ってらっしゃるんですけど、そうだからこう演技しかもすごいロングランな舞台なので、なんて言うんでしょうね、こう1期2期をこう超えられるような3期になったら嬉しいなと思います。そうやっぱ波がね、熱の波がありますから、こう演技は超えていかないとっていうものを学びましたから、そうであとはもう1期2期合わせてもう6人ねてっちゃんをやってるわけですよ。で本当に6通りのてっちゃんがあるなと思いましたし、3期も舞台をね、じゃあお稽古をちょっとだけやってるんですよ、たまにね、本当にたまに、もう3回ぐらいしかまだやってないですけど、もうしかもそれぞれ違うことやってたからあれですけど、本当に3通りのてっちゃんがあるから、こうみんいい意味でみんなと同じようにならないような私なりのてっちゃんができたらなと思います。そうあとはもう周りの皆様が素晴らしい方ばかりなので、私の演技をぶつけ、私なりのてっちゃんをぶつけても信頼できる方々ばかりなので、こう私なりのてっちゃんをこうてっちゃんになってやりたいと思いますので、4月の25日以降ジョン・マイ・ラブ愛媛県の坊ちゃん劇場にてお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いします。くしゃみです、ほんとに花粉
花粉やばい。でも本当に不安、とっても不安です。26日って何だか分かんないな。あ、坊ちゃん来ちゃった。あ、ここに書いてあるよ。4月2日3日は高尾関わる、4月9日が宇多田ハツカ、4月10日が平野ひかる。ここはね、初日ですね、どっちも。9が宇多田の初日、10が光の初日で、4月11から17日までが宇多田20日、18日から24日までが光で、私の初日が4月25日月曜日から4月30日までの期間。まあまず発表されているのはその期間ですね。27から29が10時半、30が14時。そうなんだ、そこまで出てるのね、もう。です。です。なので、ぜひ、お越しください。本当にぜひお越しください。もう私なりのてっちゃんで頑張りたいと思ってるので頑張ります。学んできたことを糧に頑張ります。ぜひお越しください。待ってます。ということで、ね、私はね、いつも明日よろしくを1時間ぐらいやってるんですけど、まあテーマはこんな感じで、あ、これちょっとメモ。でもあの企画メモ書いとかないと忘れるので。配信とかもね、合ってるっぽいので、ぜひ配信もおすすめです。まあ、このご時世なんで、ね、行けないよって方もしょうがないし、先日の舞台も、まあ、コロナでね、来れないよって方がいっぱいいらっしゃいましたけど、それもしょうがないので、まあ、かっぱえびせんでもいただきましょう。これめっちゃ美味しい。ゴールデンウィークが見させてなの最高すぎるスケジュール。ぜひお越しください。ゴールデンウィークっていつ、まずわさびと明太子どっちが好き？
明太子かな。でもわさびもね食べたんですけど、なんかなんて言うんだろう、なんかわさびわさびしてない、なんか食べすっごいもう10個ぐらい一気に食べて、で鼻からこう息をふって吹いちゃうと、もうあー鼻がーってなるんですけど、なんかなんて言うんだろうね、ちょうどいい具合、やっぱ計算されてるんだろうなっていう、こうわさびの抜け感なので、おすすめ、わさびもめっちゃ。いや大人の方々はわさびも好きかもしれない。私わさびがねあんまり好きじゃないなと思ってたんだけど、意外と食べれました。めっちゃ美味しい。しかも4月29日から5月の6日頃がゴールデンウィークです。あ、そうなんだ。よかった。それはみんなじゃ休みだよとかっていう感じだったら、ちょっと愛媛にねちょっとだけ遊びに来ていただけると嬉しいな。29、30がギリギリかな。5月はねまだね、あれが出てないの、スケジュールが出てないのよ。そうだからゴールデンウィークが私になるかわかんないし、宇多田になるかもヒカルになるかもわかんないし、そう3月の終わりにならないとね多分わかんないね。とりあえずでも25日から、30日は私がてっちゃんになります。ゴールデンウィークは終わると一気に飛行機代がお安くなる。あ、そうなの。そうそう、まだ分かんないんだよね。てかうちらも分かんないし、うちらもさっきのやつで知った。おー、なるほどなるほど。ということで、まあそんなもんですね。そうなのよ。ってことで、ちょっとじゃあトークテーマを次の人にね、明日よろしくに押したいメンバーにちょっと電話かけたいと思うけど、ちょっとトークテーマだけ先にね決めていきたい。ちょっともう2個ぐらい決めたいね。じゃあまだ言わないんだけど、どうしようかな。あ、じゃあ夢見るに出てくれるなら出て、何でもやっていい。夢見るに出て何でもやっていいよとか、さっきも言いましたよね。なんか全国チームメイトみんなの名前じゃない、やりたいことを叶えたいみたいな。夢見るに出て何でもやっていいよっていう、何でも好きなことやりたいこと一緒にやりますっていう企画なら何をやりたいかっていうのが1個。あとはなんだろう、あとは、あ、思いついた。
はい、 OK。 じゃあちょっと一瞬 LINE をしますね。あれなんでしょうか。うん、本当に美味しいですこれ。既読がついたよ。本当にやめられない、止まらない。2個目は言うと誰だか分かっちゃいます。もうかなり絞られるからちょっと一旦ね、いきますね。じゃあもし、あのスピーカーにしていいですか。お名前をどうぞ。はい、 AKB48 のチームエイト鹿児島県代表の藤園レイです。イエーイ。はい、藤園レイちゃんでした。はい、今何してたんですか。今みかんヨーグルト食べてました。すごいいい時間に食べてますね。いい時間です。はい、いい時間。はい、もう8時というね、いい時間。そうですね。そうですね。じゃあということでもう言いますけれど、はい、あの明日明日よろしくやっていただけますでしょうか。はい、大丈夫でーす。おー、よかったよかった。アポ取ってましたけど。めっちゃ棒読み。アポ取ってましたけど、よかった。はい、ということで、あのトークテーマをね、はい、あの決めたんですけれども。ドキドキ。棒読み。ドキドキ。じゃあトークテーマを発表します。はい、トークテーマはあの、はい、まあ、時間があったら2つ読んでもいいよっていう感じなんですけど、はい、じゃあ一応2つ言いますね。はい、1つ目があの夢見るに出て、はい、夢見るって YouTube をやってるんですけど、はい、知ってます、登録してます。いや、ありがとうございます。あの夢見るに出て、はい、もしあの何でもいいよ、好きなことやりたいこと全部一緒にやりますっていう企画なら、私たちと一緒に何をやってくれますかっていう。ああ、はい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 、ね、楽しそう。もう全然あのそれ聞いてやり、はい、やりそうだったらもうオファーしますので。すごい、じゃあ真面目に考えます。そうそう。真面目にね。真面目、めっちゃ真面目に考えてじゃん。あとはもう一つは、はい、あの私たちヒュートーンっていうユニットに入ってるじゃないですか。はい、だからヒュートーンでもしオリジナル曲をもらえるならどんな曲がいいですかとか、どんな曲にしたいですかっていうやつ。おー、楽しそう。じゃあ2個時間があったら2個いきます。ね、だからもう話が途切れちゃったな、気まずいってなったら2個読んでください。そうですね、気まずいってなったら2個いきます。気まずいってなったらお願いします。了解です。どっちもなんか好きな方で、はい、どっちでもいいし、頑張ります。はい、って感じです。ありがとうございます。じゃあ明日よろしくお願いします。はい、明日お願いします。それではありがとうございます。バイバイ、ありがとう。はい、ありがとうございました。ありがとう。
ってことで、明日の明日よろしくは AKB48 チーム8、鹿児島県代表の藤園れんちゃんでした。れんちゃんとはね、私はあの九州ハンバーグファイヤーズっていうユニットを組んでまして、勝手にまあそれはあれなんですよ、二人公演をねやってまして、たまにそう二人公演の名前をね決めてくださいって言われるんですよ。なんかこんばんはなんとかなんとかなんとかですみたいな感じで自己紹介しなきゃいけなくて、あの二人公演の自己紹介の時にで本当に名前が思いつかまなくて、そうで、じゃあ好きなお互いなんか好きな食べ物何ってなって、好きな食べ物ハンバーグみたいな、で待ってハンバーグなの一緒じゃんってなって、で、まあ、九州同じ九州とあのハンバーグ大好きなハンバーグ、そしてもファイヤーズはなんか何が由来でつけたのかは全然覚えてないです。でも九州ハンバーグファイヤーズっていうこうユニットをやってます。ユニット2人公演もね、先日も2人公演やりましたけど、そう一緒にやってるんですけど、そうですね、関係性思い出第一印象これ台本に書いてあるけど、そうだな、でもそうだな、でも第一印象なんかすごい、でもね第一印象とかなんかすごい仲良くなったきっかけがいい意味でなくて、なんかこう気づいたらすごい仲良かったです何がきっかけだったんだろうかな。で、あ、そうだ、あ、まあ、鹿児島イベントでお鹿児島のね、九州の鹿児島でのイベントでお披露目だったっていうのもありますけど、そうだね、雫公園、この雫は未来とつながる虹になる公園っていう、ユアスさんがやってくださってる、ユアスさんプロデュースの公演があるんですよ。その公演ので16人公演をやってた時に、私とレイちゃんが同じポジションだったんだよね。で、なんかそう、藤園レイちゃんに同じポジションだから全部教えてくださいって言われて、そうそう、で全部教えるってなるじゃんけどもうやるしかないし、そう私のポジションだったので私がね一番知ってるんですよ。そうなんか場所変わったりとかしたところも結構あったからってことで、私がレイちゃんに教えたんですね。そうずっとこうもうずっと本当だから、その期間はもうずっと二人でいて、多分私のこと絶対怖かった怒ったりはしないんですけど、多分ね先輩っていうなんて言うんだろうね、先輩っていうさ肩書きがあるわけじゃないですか。あのれいちゃんと私はね日光鹿児島の2代目、佐賀の2代目っていう感じで入ってるから、こう初期メンバーとか、その一期生枠じゃなく、こう二期生枠としてこう後から入ってるから、やっぱ先輩感がね最初は否めないんだよね。もうちょっと慣れたらね、もう全員もう一緒というか、すごいいい意味で先輩後輩関係なくなるんですけど、最初はさやっぱ先輩っていう感じがあるじゃないですか。そうだから多分先輩に二人きりで教えてもらうっていう空間がもう多分ちょっと緊張してたんだと思うけど、もうずっと二人だったんですよ。そう、それで結構仲が縮まったかなって思うし、
なんて言うんだろう、難しい、結構中盤の曲が難しくて、そのなんだっけ、ささめゆきとか、ささめゆきアンチアクシデント中っていう中盤3曲があるんですけど、中盤3曲が結構難しくて、虹の列車とかも本当に難しいんですけど、そうだからもうね、なかなか覚えられなくてみたいなことがありましたけど、そうそれで教えたのが結構きっかけかもしれない。あとはね、本当に再生することがかなり増えて、なんかもう完全に覚えてる、全部覚えてるわけじゃないんですけど、一緒のイベントに出たり、一緒のポジションに入ったり、こう一緒の公演、二人公演に出たりとか、二人公演に一緒に出るってね、すごいいい相性だったのかな。なんかね、こうこのメンバーとこの人とやりたいですとかじゃなくて、やりたいですって言った人の中から多分相性とかでこう決めてくださるんですけど、スタッフさんが。もうね、でもレイちゃんかなって私は思ってた、レイちゃんと宇多田、レイちゃんか宇多田だなって思ってたんだけど、どっちともなりましたけど結局。そうだから本当に一緒にやるのがレイちゃんですごい良かったなって思うしね。本当にだって信頼してな、できないとさ、二人公演ってさ、すごい緊張して緊張してたと思うんですけど、レイちゃん、そう、もう本当に仲いいんだよ本当にめちゃめちゃ仲良くて、めちゃめちゃ仲良くて、その一緒にね何かをやるっていうのがっていうことが最近すごく多くなってきて来たので、そのチーム8としてイベントに出たり、チーム8としてこう何て言うんだろうな、 AKB4 チーム8みたいな感じのこう類でいけば、チーム8としてイベントに出たり、チーム8としてっていう何か出たりとか、あとはその同じ企画に出たりとか、そういうことがすごい、一緒にいることがすごい多くなってきて最近。そうそう。でしかも一緒に自主練しようとかもう気軽に言えちゃうので、なんか一緒に公演の練習を時間合わせてやったりとか、でも一緒に帰るみたいなそう、私2個下なんですけど、レイちゃん2個下、なんて言うんだろうね、もうすごい同い年ぐらいの感じでお互い接してるので嬉しい。ただもう最初に多分呼び名をね決めちゃったんだろうね、ミスターさんってさん抜いてよって言ってもさ、いやついちゃいますって言うんです、言うんだけど、うん、やっぱね呼び名って最初に決めちゃうとねついちゃうよね。そうついちゃうんですよ。そうだから今の目標はレイちゃんに、レイちゃんが呼びやすいあだ名を作ってレイちゃんが呼びやすいあだ名をなんか作って、もっとなんか人によってさ呼びやすい言い方するじゃん、あるじゃん、なんか呼びやすいあだ名をこう彼女の中で作れたらいいなって思う。みさこ呼び、みさこ呼び、みさこ呼びはいないな。でもみさえって呼ぶのがひなことうなゆうな、うなちゃんとひなこがみさえって言いますね。そうだからその敬語を、敬語がつかないようになるのが今の目標。で
でも私もね、敬語ついちゃうタイプだからさ、最近もう4年目にして、4年目にしてようやくエイトの先輩たちに敬語を使わないで喋れるような人が増えたかな。すっごいお腹鳴ってるけどごめんね。お腹鳴りがち。そう、私も最近ようやくそういう風になれたかな。気持ちは超わかる。ぴょんちゃんはね、割と、あ、ぴょんちゃんもたまに敬語になっちゃうね。みんななっちゃう。そうなんですよ。でも最近はね、ちゃんと、いい感じに、こう、敬語なしで喋れてるので、なんか嬉しいですね。そう、なるちゃんのこともなるって呼ぶことに決めましたし、なるって。でもね、やっぱ敬語が出ちゃうね。そう、普通に年上認識をしてるとね、出ちゃうね。そう、でもレイちゃんも確かスポーツをやってたりとかしたから、こうね、上下のあの敬語とかは自然になっちゃうんだよね。なるちゃん怖そうなイメージだけどね。そうじゃないんだ、怖くはない。まあ、自分の軸がしっかりしてるなとは思いますけど、すごい私はすごい大好きで、なるちゃんっていつも言ってる、まあ、なるちゃん側からしたら、あのちょっとうるさい後輩かもしれないけど、そうそう、なるちゃんはね、意外と人見知りというか、自分から後輩に話しかけに行くタイプじゃないので。でもなるちゃんと話したいから、なるちゃんって行くんですね。はーい、みそぎ企画でりんりんにとめ口話し、でもりんちゃんも、いや本当にその8メンバーは割とこうタメ口で話す、たまにねタメ口になっちゃうね。メンバーとかも結構いる。そう、いるね。ゴルフもだけど、バスケもそう、バスケが結構あれかな。ゴルフはね、結構個人バスケとか多分影響してるんではないでしょうか。まあそんな感じでレイちゃんとはすごく仲良くて、そう、でも一回も一緒に、そのお仕事で一緒にいすぎて、多分一回も一緒に遊びに行ったこととかないので、ないですね。ないから、だからどっか一緒に行けたらなって思ってます。まさとしさん、だるまありがとうございます。それではこの辺で終わろうかしら。今何時、今は26分ですね。もう終わっちゃいましょう。ミスさんならヒュートーンで、ヒュートーンといえばライブ盛り上がるで有名なので、もうめっちゃ盛り上がる曲、あ、コール&レスポンスがえぐい、超盛り上がるけど、ヒュートーンの個性も消してない、ちょっとカラーが、ヒュートーンがやるからこそカラーがポンってつくような曲が私はいいなって思ってます。だってヒュートーン、あのヒュートーンでさ、バラードとかやられてもさ、え、違う違うってなるじゃん。あのヒュートーン知らないよって方はぜひ YouTube でヒュートーンって調べたら、あのダイジェスト映像とか、あと映像倉庫にもね入ってたり、もうないかな、ヒュートーンで
なんかいろいろまたやりたいなとか勝手に思ってるので、そう、皆さんもね、たくさんヒュートーンを布教していただければありがたいなと思います。そう、ちょっと学園もののコール&レスポンスがこうをしたくなるような、なんかヒュートーンじゃなくてもチームエイトでもや、チームエイトとか他のチームでやったとしても必ず盛り上がる曲みたいな曲にをやりたいなって思ってる。だから秋元先生よろしくお願いします。はい、ということで終わりましょうかね。じゃあ13位からランキング見ます。そう、イベントね、出たいので、ね、たくさんイベントとかので、お問い合わせとかにヒュートーンとか出演リクエストとかをお願いしたいです。よろしくお願いします。ということでランキング読むよ。13位ポセさん、12位 HC85 さん、11位 SAT さんでいいかな。10位マサトシさん、9位ココさん、8位ハリーベルさん、7位マヨさん、6位錬金急行急会議さん、早口言葉5位ベルちゃん、カイトさん、ミスターノア、4位ジャガさん、3位ユズキチさん、2位ツチフマズさん、1位アヌエさん、ミスターが最高でした。ということで本日の日曜日よろしくはこの辺で終わりにしたいと思います。この後はですね、私の個人配信ルーム、個人配信ルームでショールームをいたしますので、ぜひよかったら来てくだされば、川原美咲で出てきますので、ぜひ、あ、ぴょんちゃんだ、ぴょんちゃん、プロチ開封しましょう。やりましょう、本当にやりたい。しかもぴょんちゃんとしか楽しめない気がするから、それやるときはもう確実に呼びますそう、楽しんでくれる人とねやりますので、ぜひぜひ。ということで次は個人配信で、この後すぐ個人配信に切り替えるので、ぜひお越しください。それでは AKB48 チーム8、チーム8佐賀県代表、岩立チーム B 県に、春からは蔵のチーム4になります。ヒュートーンのミッサーこと川原美咲でした。ヒュートーンレッドの、ヒュートーン赤担当のミッサーこと川原美咲でした。 SNS フォローもぜひ、川原美咲で調べたら全部出てきますので、ぜひ見てください。そして5月にキスバイエイトというチームエイトの舞台がありますので、そちらもぜひチェックしていただければ嬉しいです。そして4月25日から私は初日なんですが、ジョンマイラブ愛媛のぼっちゃん劇場で、今ロングラン中のジョンマイラブに3期として出演させていただきますので、ぜひお越しください。赤はセンターの色じゃん、私センターだよ。私はヒュートーンセンターをさせていただきます。だからヒュートーン布教もっと知ってほしいんです、いろんな人に。あんないいチームはないです、皆さん調べてください。それでは AKB48 チームメイト佐賀県代表ヒュートーンの川原美咲でした。終わります。じゃあ明日はチーム8鹿児島県代表の藤園レイちゃんです。毎日よろしくということで終わりますね。バイバイ。14,917人ありがとうございました。バイバイ。ありがとうございました。